皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、今日のテーマ発表させていただきます。今日のテーマはスーパーで買えるチェーン店商品をで飲む、そんな感じです。では早速いきましょう。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、キリン一番搾りですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについでいきます。はい、まあまあいい感じに入りましたね。ではいきます。人は乾杯の数だけ幸せになれます。全国の皆さん、ご一緒に乾杯しましょう。いきます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。ああ、うまい。今日も天気悪いけど、それでもビールはうまい、そんな感じです。はい、スーパーで買えるチェーン店グルメ、一つ目はこれ、ジョジョ園のキムチ。まあこれも結構スーパーで最近よく売ってるよね。美味しいからね。では早速開けていきますよ。はい、いい感じのキムチやね。めっちゃ美味しそう。はい、ではいただきます。はい、ジョジョ園のキムチうまいね。ちょうどいい辛さ、俺にとってはね。うん、これはビールに合う。はい、そして次はこれ、大阪王将。大阪王将といえばスーパーで売ってるもの、もちろん冷凍餃子ですよ。はい、これは冷凍餃子業界では超有名やからね。これ蓋いらずで焼けるみたい。では早速焼いていきますよ。はい、いい感じに焼けましたね。めっちゃ美味しそう。冷凍食品でこんな羽根つきっていいよね。さすが大阪王将さんやね。めっちゃ美味しそう。早速いただきますよ。はい、この羽根がいいよね。ほんと羽があるだけでめっちゃ美味しそうに見える。まあ多分本当にうまいと思うけどね。これやばいね。そしてこのね、餃子にはタレが付属されてたよ、大阪王将さんのね。こういうのがありがたいよね。早速これでたっぷりつけていただきますよ。はい、うん、これはやばいね。めっちゃうまい。これはビールが進むくん。はい、そして次はすき家さん。すき家さんといえばもちろん牛丼。
冷凍の牛丼の具、こういうのはいいよね。そしてこれがね、冷凍丼の具でナンバーワンらしいよ。よう分からんけど、早速食べていきたいと思いますけど、こないだ吉野家さんでこういうのを食べたけど、めっちゃうまかったもんね。店の味とほぼ同じ。早速レンジでチンしてこようかな。ではお待ちください。はい、レンジでチンしてきましたよ。いい感じやね。吉野家さんこないだやったけど、すき家さんもいい感じね。まあどっちがうまいか、まあようわからんけど、この玉ねぎ入ってるのもいいよね。では早速いただきますよ。はい、うん、これは本当にすき家さんの味やね。吉野家さん時も吉野家さんの味やったけど、やっぱり違うね。もう違いがはっきりわかる。これはすき家さんの牛丼の具。これは間違い Nothing。 はい、2本目はいつもの本気にいただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。やっぱりうまい。はい、そしてさらにいただきますけど、やっぱり牛丼の具って言ったらね、牛皿って言ったらこれかけなあかんでしょう。はい、七味。ただすき家さんの七味家にいないから、吉野家さんの七味かけさせていただくよ。ちょっと怒らないでねっていう感じやね。ライバルのやつにライバルのやつをかけます。これで絶対うまいよね。いただきます。はい、うん、これ最高やね。最高で言うことなし。スーパーで買えるチェーン店グルメいいね。本当にお手軽に買えてうまいものっていう感じやね。ところで猿吉くん、今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、猿吉です。いやー、チンさん、これはですねー、キリンの、本キリンのショート缶、いつものサルちゃんのビールですよ。これどうしたかっていうと、もちろんそこで魂抜けながら携帯見てるあのおばはんにもらいました。なんでもらったかっていうとね、あのおばはん今日ね、夕方仕事から帰ってきてガラガラって玄関の戸を開けるからね、サルちゃんトコトコって言って、アバハンさん今日もお勤めご苦労様でしたって言ったら、いきなりボン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 16問キック。今日もフルコースでちょっ
た殴る蹴るいただきましたよ。本当にあのおばはんやばいね。っていうことで、おばはんさん何するんですか。いきなり猿ちゃん何にもしてないのにそういう理不尽なことしていいんですかって聞いたら、する、私はな怒ってんねん。猿、今日帰りまだ雨降ってたぞ。なんでお前筋トーン乗って雲まで行って雨降らしてる人にまた交渉せえへんかったんや。それプラスやな、今日幼稚園さんに餃子焼けって言われてんねん。だからお前をしばいた。まあそれはしゃあないことやで。恨むんやったら雨降らした人と幼稚園さんに言え。お前言えるもんやったら言ってみって言われたんです。でもおばはんさん、そこで今セリフ言ってるときなんで大きくうなずくの。そういうのには反応するんやな。それまで魂抜けてたのに、おばはん女神さんのせいやって言ったらいきなり大きな、はいその通りですみたいな感じでやったね。まあそのことについては深く追求せえへんけど、とにかくそういうことでもらわれへんのかなと思ってビール。それで一応聞いてみたら、サル、今日はもうすっきりしたし、私も好感度下がっても困るから、いつものビールだけあげよう。ほれってくれたんです。だから、サルちゃんも一応お礼だけは言っとかなあかんけどね。おばはーん、おばはーん、今日も殴る蹴るしてくれた後に普通のビールくれてありがとうな。それだけ言っとくね。そんな感じで今日もビールもらえたから、まあまあ気持ちはいい感じです。以上。そうやったよね、サルちゃん。ごめんね、俺が餃子焼けって名人に言ったばっかしに。そして雨降らしてる人誰か知らんけど、その人のせいでかわいそうにねっていう感じやね。ということで、では締めのやつ紹介していきますよ。はい、締めはこれ。日本一の塩ラーメン、関西が誇る名店ということで、塩原水。こういうのがねスーパーに売ってると助かるよね。まあ俺食べたことないけど、あ、塩原水の店では食べたことあるけど、この冷凍のラーメンは食べたことないけど、どんなやろうね。ということで、これともう一つ、はい、ラーメン横綱。この辺では超有名やね。これもうまいからね。俺は両方店では食べたことあるけど、この冷凍ラーメンは食べたことがないということで、ちょっと楽しみ。まあどっちかが名人食べて、どっちかが俺が食べる、そんな感じやと思うよ。ただちょっとね、尺が長なってきたから食べるとこは紹介できませんよ。まあパッケージだけ見ていただいて、スーパーで買って食べてみてということです。ということで、ちょっと撮影の方はね、そろそろ時計見るとやばい時間入ってるんで、この辺にしておきますよ。
ということで、今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろぴくー。